またバカなこと始まったよこれ。奇跡が起きるかもしれないじゃん。塩ウイスキーと塩ウイスキー。塩は一つまみとかじゃないですか、はいはい、パラパラと。ハードシェイク、思いっきりハードシェイク。ハードシェイク、ハードシェイク。トッチーのバー研究室へようこそ。ようこそ。この間、はい、クッキングパパチャレンジしたじゃないですか。したあのウイスキーにニコラシカみたいにして、うん、レモンにして塩持って しんどかった。あの時のウイスキーって、うん、めっちゃ甘くて美味しくなかったですか？めちゃめちゃ甘かった。うまかったよ本当に。塩食べて、うん、ウイスキー飲むんで、うん、甘いってなるじゃないですか。なるなる。なるでしょ。なりますよ。それはなるんですよ。スイカに塩かけて食べたら、うん、甘いってなるでしょ。なります。ってことはシェイカーにおお、はい、シェイカーにだよ、シェイカーに、うん、シェイカーにね、はい、まずあのウイスキーを30入れて、うん、塩を入れて、うん、シェイクしたら、うん、うまいんじゃない。バカいや、ま、ちょっといや、ちゃうちゃう。ウイスキーを飲む前に塩ちょっと舐めてで飲むから甘いんだよあれ。ちょっとなんかね、つまみに塩をつまみにウイスキーをたしなまれるとかね。そうよくありますね。だから甘いんだと思うんですけど。混ぜちゃえばいい。混ぜちゃうこれはまたバカなこと始まったよこれ。しかも、うん、アイラ系ってしょっぱいじゃん。そうです。しょっぱくない系ウイスキーでいい。マジでと思う。バラン12とかでいいんじゃない。バラン12やってみますか。こちらで、うん、どう思うこれこの感じはい、ぜひコメント欄にくださればと思いますが、うん、そうですね、はい、奇跡が起きるかもしれないじゃんあなたね、奇跡ばっかり起こそうとするだってオリーブオイルは奇跡だ。奇跡というわけで今日はですね、スイカ理論ですね、うん、をウイスキーで試していきたいと思います、はいはい、というわけで今日も行ってみよう。塩キャラメルとか流行ったもんね意味違うんだけど。塩ウイスキーと塩ウイスキー塩ウイスキー塩ウイスキーウイスキーを30です、はい、塩は一つまみとかじゃないですか。現実的ですよね。そうですよ、ね、現実的に聞かせてもらっていいですかもうしょっぱいのは嫌なんですよ一つまみ、はいはい、パラパラと。一つまみって大体何グラムって言うんでしたっけ。分かんないですね一つまみはね 1.5g くらいですって。3本でつまんだ場合、はいはいはい、3本でつまんだ場合いいですよ、はい、3本。じゃあいくよ。はいはいハードシェイク、思いっきりハードシェイク。ハードシェイク、ハードシェイク。キンキン塊はしなかったですね。できたよ。ソルティーウイスキー。ソルティーウイスキー。ソルティーウイスキー。ここら辺とかにスノーサルがすげえちゃうの。シェイクがいいの。あ、僕出す。あ、香りからして。え？何笑ってる。ああ、香りがね。ダメ。しょっぺーよ。ただの塩ウイスキーだよ。本当に。甘くなるわけねえだろうよ。だって塩入れちゃってんだから。多かったのかな。2本の一つまみだから、だいぶ少ないっすよ。そうですね。海水みたいだって。そう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 。海水みたいになってる。だから塩つまんでから飲むのよ。混ぜちゃえば美味しいかなと思う。混ぜたらダメに決まってんでしょうよこれ。なんか違うんだよな。なんかが足らないんだよ。ちゃ足らないじゃねえよ。足しちゃってんだよこれにね、なんかが入れば違うんだよね。そしたらまた話変わってきてんじゃんピート系だったらハマったのかな。ハマったかもしれないよこれ。ピート系でもっと少なくしてやってみる。もしかしたらハマるかも、ね、ハマるかもね。これハマる可能性あるよ。これで一つまみですか、うん、はい、かなり少ないですよね。
怒りの怒りのワード怒りのワードあーいやあーでもまあでもまあ自然なしょっぱさなの確かにこれはなんか塩足した感はない。ない、うん、なんだろうこれを全部飲んだら胃もたれしそう。そうだね、ちょっと頭の血管切れそうね、うん、ダメだこれやらすなって塩食って飲めばいいの当たり前なんだよ塩食って飲めばいいに決まってるでしょ。ブランデーとかどうなんすかやばやば本当に絶対合わない。いや、岩ちゃんテキーラだよ。テキーラか、そうだテキーラいいかも。さあ、こちらこれでしょ。これですね、うん、しかもキンキンに冷えてる。それそう、スピリッツ系の、おー、テキーラだあ、怒りの怒りのテキーラ、怒りのテキーラ。いや、飲めっけど飲めっけど、うまかねえやうん、香りはいい。うん、香りはいいんですよ。あれ、うん、あー、ね、飲めますけど、飲めっけどうまかねえ。いや、全部そうそれは全部そうだよ。今までやったこの3本飲めっけどうまかねえよ。そうね、ウォッカ。いや、もうもういい、もういい、もういい、もうやめて、ほんとに全部ダメ、全部ダメです。カクテル、ただソルティードッグとか、うん、そういうもの系をちょっと塩入れて、うん、シェイクとか、うん、そういうものはいいですよ。塩つまみながらお酒飲むって体に悪いですよね。いや、悪いじゃん、じゃんおぉ勘弁してくださいよ。はい、というわけで失敗だ。失敗です。分かってたからね。スノースタイルで飲めばいい。当たり前だ、一緒にスノースタイルでいいって最初から言ってんだよ。チェックしちゃダメだ。そうしてください、これからは。はい、わかりました。はい、はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺でまたありがとうございました。ありがとうございました。これにオリーブオイルとかどうなんですか。バカだいや大変だよこれ飲むの。すっごい腹が減る僕あの普段お酒飲むときご飯食べない、はいはい、そうだよね、人じゃないですか。そうだよね。すげえ腹が減るっすね。何ですかこれ、しょっぱいから。あ、かもね。なんだろうね、なんだろうね、珍しい物が食いたくなりますね。そもそもしょっぱいもの嫌いじゃないですか僕。ああそうだそうだ、ご飯食べたいもん今これこれ飲みながらご飯食べたいいやーほんとどうしようもねえ、どうしようもねえことだわこれ本当に、失敗パターンですよこれ。失敗パターンですね。失敗パターン、失敗パターン。ブランデーだったらワンチャンあったんだ。ブランデーは絶対にダメだって合わねえって。ブランデーをなんか塩つまみにブランデー飲んでますって人でさえ見たことないからなんでブランデーだといけると思ってんの。わかんないおいつよ、ブランデーならいけるんじゃないかいけねえんだよいけねえの。ピスコとかブランデーとかそっちのあの果物由来だったらいけるじゃん。いけねえよ終わり終わり終わり。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。